巻き上げちゃった380、348円もちょっといいじゃないかな。靴下回ってないかな。例の喉の、あ、お疲れ様です。ポケモンセンターです。今日ここではポケモンの体力を回復をします。休ませますか。当たり前でしょうね。喉のね、この喉じゃなく舌が回ってないかな。可能性あるね。あー、間違えたね。A 連打で、よくあることやね。よくあることやね。よくあることですね。でね。何をね。またマックルね。どんなポケモンね、ちょっと、ナイトルのお供にしていこうかなと思って、ルカレオがいいかなって思ってね。うん。氷こいつナイトルね4倍弱点なんで。ほんとここを握っておきましょう。いらない。邪魔、邪魔でしかない。さす、次次僕とポケモン勝負しよう。僕が勝つけどね。なんやで、こっちが勝ったら何かもらえんのかな。お金かな。お金かな。あーだろ、確か効果いまいちゃったっけね。草。電気に対しては。確か、また威嚇。うん。何気に嫌って。あ、効果ありやった。あ、電気が草に。電気が草にタイプ的には良くないかな。なんて思うね。ああ、そんな可愛い目で見つめられたら、やらめつけられたら。防御力、ああ。防御力が。さて、あと1回で終わりかな。電気ショックね。睨みつけた意味よね。睨みつけた意味よね。本当にね。防御下げて特殊攻撃、防御で、お風呂に攻撃されてもね。ね、そういうことよね。よし。すごいね、君。380円巻き上げた。もうええよ、それ。巻き上げられん、巻き上げんのやめた、やめたけてってやつ。ほんとね。朝にしか出てこないときも、夜にしか出てこないときも、やるまで待ち続けるぞ。そうやったね。傷薬ナイスナイスナイス。縛りきついからね、これね。できるだけやっておきたい、ね。うん。取っておきたいね。ドラッティ君、ポケモン捕まえてる？もっと捕まえた方が安心できると思うよ。あとね、この時にはトレーナーのためのトレーナーズスクールがあるんだ。ラティ君も行くといいよ。ポケモンのこと詳しくなれるし。そうだ、さっきランナー君もトレーナーズスクールに行ってたよ。じゃあまたね。何しに言いに来たんかな。とりあえずね、ここ全部回ってきます。物をもらえるところはかだけやる、やって。あとは、適当に、しておきます。それだけさ。うん、どこでもらえたか、ここら辺、あ、厳しい、知ってる？うん。知ってる、知ってる。ああ、わかった、わかった、わかった。わかった、わかった。さあ、どこに物が落ちてたとか覚えてないんでね。無謀な挑戦かなと思いきや、ポケモンなんで。所詮ポケモンなんで、ね。うわぁ。うわぁ、だわ。とりあえずね。休ませてあげましょう。しよん。違う違う。ちょっと言いたなるんだよね。基本には炎とか草や水タイプの、水とかのタイプがあるでしょ。タイプによって有利不利があるんだって。知ってる。知ってる。腹立ついかでごめん。ごめんね。ポケモン6匹捕まえるときに、捕まえると怒られるね。捕まえちゃうわ。うん。コミュニティルーブリはいろんな人と対戦してる。も交換できるよ。いやー、懐かしいね。この昔ながらのこの感じ、いいわ。好きだわ。好きだわ。で、下はワイヤレスルーム、ワイヤレスユニオンルームやったっけな。よし、行くぜ。
ございません、うん、いずれねできるようになりますね。なのでとりあえず今は出て行って、この人、いやいや君は僕はに詳しいのかい。はい、そうか、詳しいのか。それならわざわざトレーナーズスクールに行かないか。時間があればやってみなさい。何か発見があるかもだ。だいぶ詳しいよ。初代からずっとやってるんでね。もう20年近くやってるね。あ、この人たちね、対戦できますね。今しないけど。ちょっと怖い。逆に怖い。合ってる。とりあえずね、話しかけていきます。おっと、ラッティ、お前勉強か？これね、黒板に書かれてることばっちりはバレたぜ。ちょっとごめん。音鳴ったかもしれない。ちょっと、皮脂打って。自分の大事なことに傷つけたりしないために、頑張るのがトレーナーだからさ。で、ドラッティ、何しに来たんだよ？何？渡すものがある？音の着物を渡した。なんだこれ？やった、タンマップ。で、二つも入ってる？二つあってもな。いや、ドラッティ、これやるよ。タンマップを手に入れた。タンマップで見る限り次は転がりしていいかな。あそこにはポケモンズボもあるし、捕まえたばかりのポケモン育てるのにぴったりだぜ。ということで俺の最強トレーナーへの道が始まるのであった。じゃあな。じゃあな。確か先生の爪とかもらえたっけ。行くといいわよ。とあかんな。ちょっと待って。発砲下がりではない。ん？どうしたの？あ、そういうこっちなんかあったな。GM ステーションは現在準備中です。やった！ここでいろんな人と交換できるね。懐かしい。なんか、あ、ポケナビアね。ポケナビアだ。ポケナビアだ。おや？あなたポケモントレーナーなのにポケッチは持ってない？あ、ポケモンウォッチ。チジムでポケッチ。それにしても珍しいね。おじさんね、ポケッチ作ってるんだ。それで、ポケッチのキャンペーンしてるよ。ゴタブキシティにいる3人のピエロを探し出してね。そうすれば君にもポケッチをプレゼントします。腹立つ言い方を認識していくスタイル。この人ですね。はい、ポケッチキャンペーンです。では早速クイズを。ポケモンを倒すことで経験値を得て強くなる。はい。ピンポーン。正解です。ポケモンは他のポケモンを倒すことで強くなります。中には強くなるとき進化といって姿形をまるっきり変えるときもあります。では、このポケッチの引き換えをどうぞ。やったね。はい、ポケッチキャンペーンです。ポケッチキャンペーンです。では、早速、クイズオーバー。ポケモンに道具を持たせることができる？はい。ピボーン。できます。ちなみに戦ってる時のポケモンが勝手に食べたりします。オッケー、引き換え戦3。引き換え戦3ナイス。ポケモンだけじゃなく、ポケモンの技にもタイプがある。はい。全部はいですね。わかりやすい。うん。待ってね。なんかあったっけ？ここら辺。ちょっと入ってしまった。入ってしまったやないかい。ここは何だったっけ？どんどん作りますよ。あ、そうや。思い出した。確かね、バチ増えるごとにね、増えていくんよね。ここでもらえるんよね。それ思い出したわ。いけない。確かなんかこっちにも行けたよな。ちょっと行ってみよう。ん？そう思うでしょ？はい、あった。トゥトゥルトゥルン。ああ、大丈夫でーす。やったね。とりあえず、じゃあ、あっち行こう。あ、この人ね。数えるよー。1枚、2枚、3枚。皿か、皿の方かな。ふふ、ちゃった。増えていくよ。R ボタンを押してポケッチを使ってみてくださいね。お、R ボタンを起動してタッチで操作。R ボタンの中足でしまえるよ。そうなんですね。それは初耳。
あ、ほんまや。あ、お、こうなってるんや。いいね。あ、こんだけ歩いてますね。いやー、すげえ。あ、なるほど。なるほどってなった。じゃあ、ちょっといろいろ入っていきましょう。59分。何時かな？何時の59分か。先生爪を持たせてあげるといいかも。やった。やったね。先生の爪。これはいる。ちょっと。パチリス邪魔しないで。パチリス邪魔しないで。ん？どこや？あ、ここか。結構ね、泣いてる気は遅いから。こういうのも必要。絶対必要。へえ、こうなってるんやね。スイッチなら、スイッチやからどういう風にされんのかな？思ったんやけどね。あ、そう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 、そう。奥の方に乗りかかんないね。行こう。よし。巻き直し。こっちに巻き直しだった。またね、僕、波乗りが来た際に立ち寄りましょう。順にね。え？え？目線合わせてくれなかった。今そんなトレーナーね、相手してあげるか？ミニスカートのナオ。なんだと？ビッパー、ナイス。ビッパーナイス。出てこい、ナイトレ。サウスポーから変えたいところ。俺サウスポーじゃないから。毎度毎度おなじみ。わかったから。立派、楽さいな。お、やったね。やったねって言っても、一緒やけどね。一緒やけどね。だから奇跡のためとかもいいよね。レベルいっぱい上げといたら、奇跡のため。あ、防御力上げられた。でも関係ないけどね、この範囲は。やったね、レベルが上がった。吸い取るとか覚えてくれると嬉しいから。ああ、やんなきゃよかった。392円巻き上げちゃいました。やったね。やったね。でででで、お父さんにもらったポケモンで勝つぜ。もらったな。え、大丈夫かな、この天気。ホイキングで、お父さんにもらったのかな。そのお父さん、分かってないね。あ、レベル20になるとね、強いポケモンになっちゃうけどね。それまでは、貧弱よ、貧弱。うわぁ、ちょっと、あー、気持ちよいと。すげえ気持ちよいとですね。ムックル？ムックル？ムックル？なんですって。まあね、飛行タイプなんて覚えてなければただのムックルよ。ほんとに。いやー、いいね。先生の爪、うわー、やめて。怖い。天候せっかく。おう、ナイス、パリ。いやー、もうちょいやね。お父さんにもらったポケモンなのに。どんまいとしか言いようがないな。ほんとな。あの、よければ置いてお願いできる、出てきませんか。確か、こいつ、スロミン出してきたような気が。出してきたような気が。やっぱりそうだ。やばい。これはやばい。毒タイプ持ってるからね。しかも毒の棘もあったりするから。先生の爪いらなくね、今。ほら、やってもた。あ、やばい。やばいやばいやばい。毒消しあるから。それ使うか。どうしよう。
これで死んだから、死んだから。怖い、すげえ怖い、嫌だ、死にたくない。ああ、スイちゃん、助かった。はあ、助かった。ああ、怖かった。買った気でいる俺。10やろ、次で死なんかったら俺は終わるぞ。あ、やばい。あ、いや、いけた。めっちゃスリルがやばい。わ、死ぬ。あ、これ、いかんぞ、これ。ワンちゃん、俺。ダメだ、やった。あ、よかった。次は、よかった。よかった、レベル12になった。成長覚えた。いらない。成長いらない。わ、強いですね。いやー、爪痕残されましたけどね。爪痕がね、ちょっとここは安心したいから、道具をね、毒消しね、使っておきますね。あー、怖かったー。毒で死ぬのだけはご勘弁。ちょっとマジでご勘弁。あいつね、毒のとやるんだよねって言ったら先に毒でやったからね。やばかったね。はあ、怖かった。死んでまうのは妥協嫌だ。本当に嫌だ。よーし。はあ、ほっとできる。ほっとできるね。時間がわかるのいいよね。うん。3DS の時代はね、パネルと、液晶画面がね、二つあったからね、いい感じに、生きてましたけど、スイッチだとこうなるのね。面白いね。毒消し見つけていく。やったね。うわぁ。何かなって思ったね。石つぶってね、どうしよっかな。悩みどころですね。いらんかな。いらんかな。限りがあるんでね。ボーリーもね。生きてる。あ、頑丈やからか。あ、頑丈やからか。お、忘れた感じで。最近、ポケモン初代またやりだしてさ。時にね、特性とか関係なくてやっとったからさ、ちょっと特性のこと頭になくなってるわ。確かあった、うん、確かにあった、うん、さて、いや、こっちあれやん。思い出した、すごく思い出した。まあ、あ、そうか、つまりそうか、ショップ使えないってことは他でも失っても問題ないやん。問題ないやん。開き直っちゃったって。おい、ドラティ、ちょっと強くなったか。俺聞くなよ。強くなったら決まってるだろ。さあ、勝負だぜ。やばい。一匹だけやればっちゃ。やばいや。ああ、怖い。ふっくら怖い。やだ。やられたくない。なんで成長なんだ。ちょっとここでね、勝ちたい。勝っておきたいんで、傷薬1個使う羽目になりそうです。まだまだ勝負はこれから。そうかな。電光石火しかしてないぞ。遅いこと分かってんのかな。でもそれでも先生の爪を持ってきて、大丈夫やけど。51。ヒコザル。さて、体当たり。ヒコ、あ、わかった。ふぅ。ふぅってなってますね。睨みつける。あれ？まだ、この重さ覚えてない？いや、そんなわけない。そんなわけない。
今日の HP が減ってきた。ちょっとピンチかもな。あ、まだ覚えてなさそう。やばい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 。ちょっとここだけは傷薬を使わせていただく。睨みつける。あ、よかったよかった。これは先生の爪で残り一発かな。怖い、すげえ怖い。そんなね、可愛らしい目で、ね、見られてもね、防御力下がろうと何ともないんだよね。もう終わりだから、終わりだからよし、レベル11じゃん。何も覚えない。それは成長を覚えた後ですからね。何だってんだよ、俺負けちまったよやった、お金は上げた。関係ないけど、負けたのかよ。だけど俺が負けるのはこれが最後だからな。何だって俺は世界で一番強いポケモントラーになるからな。よし、まずはこのぐらいのポケモンジムに挑戦だな。開幕だぜ。はいはい、怖いな。なのよ、知ってるよ。ここら辺でちょっと、捕まえておきたい。ムックル。いやー、コリンクだった。ピチャララララピ。ムックル出てきた。レベル5以上だったら捕まえる。うん。惜しっこ。惜しっこ。ないか。ナイスか。よし、ちょっとここで捕まえてね。今後もね、使っていく要因で、スロートも要因でもあるし、このまま頼む。よし、はい、マイチエックス、モンスターボールを使った。いけ、モンスターボール。頼む、お願い。よーし、ムックル、ゲットだぜ。なおい、なおいなおい。ってことをね、言わせていただきますね。あ、こんな感じなんやね。ピチャロロロロロピ。裏は群れで暮らしているが、一匹になると目立たなくなる。鳴き声がとてもやかましい。やかましい。朝起こされそう、起こされそうですね。めっちゃ朝起こされそうですね。で、ポケモンの方ね、ちょっと見ますね。強さね。脳天気ね。オッケー。よし、ちょっと戻ってムックルを育てていきたいところではある。第二のジム戦のためにね。まあまだここではいいけどね。虫にも弱いからね、ちょうどいい、ちょうどいい、本当に。で、あとこれとあと例のルカリオとかね、使っていきたいところですね。リオルね、もらえますから。もらえるというか、卵をね、もらえますから。それを返せば大丈夫やと。でるるるる。短パンこそ元気なのは、ポケモンから元気をもらうから。もらっちゃうのか。もらっちゃうんだから。何を放物としたかったのか。あ、やってまた。これでナイトレが倒れても問題ないですね。こらこら。丸くなっていくスタイル。立派、防御上がっちゃった。もう問題ないけどね。よいしょっと、これでおそらくリッパがやれる。お、ムックルにも入るんですね。知らなんだそれは。ズバッとか入れ替えよっかな。
毒非行ですからね。ちょっとこっちにやっておきましょう。さて、ズバッと、朝ズバッではなくて、夜ズバッですね。ほらほら。あ、ちょっと。やな感じですね。ダイヤル、やった。おぉ、すごい、教師、急所だった。急所だったで。混乱していると、ダメ。OK、原稿セック。OK。終了でございます。タレレレン。レベル6。あ、ピッパ、僕のピッパとズボッと。巻き上げていくスタイル。もうええって。もうええって。よし、モンボ、よし、よし、これが大きい。どうやって取るのかは知ってるから、いつも一緒の俺たちの絆見せてやる。見せられんの？絆を。絆見せられてもな。この帽子、やばいっすね。これはちょっとやばいっすね。まあ、まだレベルが低いうちはね、タイプ技覚えてないから、大抵ね、うん、んー、微妙に叩かれた、痛そうなれたら痛そうお互い、泥仕合ですね。泥仕合ですね。体当たったり、引っ張ったかれたり。ね。レベル上がりましたね。やったね。しょんぼり。やばいね。あ、いるね。戦っていきましょう。ポケモン探していたらトレーナー見つけちゃった。シャリ込んでいく、サヨリとシャリ込んでいく戦闘へと。ビッパいいな、こういうモンボにキスして出すっていうパターン、新しいのか、ケンタリでもなかったか、ちょっと思い返したけどわからない、覚えていないというのは正直なところです。ムックル、ムックルならこ、む、同じムックル同士。じゃれ合ってて、じゃれ合ってて。同じムックル同士じゃれ合っててって、どういうこっちゃ。4か。大丈夫そうですね。体当たり。鳴き声。どんだけ。これ、こうせっかいけるけムックルが倒れた。ナイス。スボミンを繰り出そうとしている。これも無理かな。ちょっと怖いから。毒の時が怖いから。牽制してスボミンのままでいいっす。悩みの種。可愛らしいね。不眠ね。特性変える技やからね。対戦技とかでやったら、対戦するんやったら、まあ、いい感じかな。なんて要するに、痺れるかな。うわ、外役かよ。外役かよ。スボミー外役かよ。やだ。やだ。ムックルよかった。うまくいった。てか、どこの時じゃなかったね。このスボミーきっと。おー、もうちょいでレベル上がりそうですね。もう終わり。可愛らしいですね。麻痺してますけど、まだ行きますよ。ポケモンジムに上手の前にお前に腕試したぜ。おー、
あれね、レッドムシなんか捨てて大丈夫なのかな、この子の万引き大丈夫かな、そんなんで。ちょっとうざった言い方ごめんなさいね。そうですね、この葉まあ、いけるでしょ。睨みつける、そんなね、つぶらな瞳でね、まあ、そんな目で見られてもね、痒くも痛くもないんですよね。だってこの葉でもう一回で終わるんですから。終わるんですから。よし、ムックルもレベル上がっていくね。いいね。そろそろ飛行技覚えてくれてもいいんじゃないかな。なんて思っちゃいますね。さて、こっちね、この彼のジムリーダーさんから素敵なジムバッジをもらったの。よかったね。んでも、チカとチカチカかな。これ、ね、チカはね、アイドルで一発ですよ。レベル5だったら。だってこっちの方が、レベル高いんですもん。ナイス、あい当たり。いいね。こういうのずっとやりたかった。もう、これ、やる前、すごくそわ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 してましたからね。すごく充実してます。深夜ですけどね、立派ね、繰り出すんやね。そのままでいいから、こいつ進化したらミスタイプ終わるからね。ちょっと使いやすい、このめっちゃ当たりやすそう。まあ、まだ登るしかないけどねって言ってしまった。急所に逆にびっくりした。逆にね、負けちゃった。ララララ。歌い始めたよ、この人。歌い始めちゃって、この子。太鼓だわ。これ、R ボタンしか。あ、長押しで切りますね。ちょっとなんか、嫌だな。お、ケーシーじゃないの。どうしよう。捕まえるか。捕まえられるか、その前に。ちょっとね、捕まえたいじゃない。ケイシーでしょ？レベル16で進化ってっけ？確か。で、念力覚えましたよね。どうしよう。悩む。すごく悩む。けど、これね、捕まえられなかったら一個無駄になんだよね。いや。お願い。さあ、よし、ケーシーメスゲットだぜ。なおえなおえなおえなお、おう、やったね、ケーシー助かる。ね、ケーシーはね、レベル5なんでね、テレポート使えるんでね、ちょうどね、時短できるからいいかなってちょっと思っちゃったんだね。ここだって時にね、戻れるじゃないですか。それがいいやん。とにね。どうせ。どれ？そのポケッチ。お前さんまだまだひよっこトレーナーだ。なんかポケモンを愛するマネが増えていくとは嬉しいことだ。なのでこの技マシンをお前さんにあげよう。技マシン98を手に入れた。何かね、これは。中には曰くだけの技が入っている。ちなみに技マシンを使うと、直ちにポケモンに技を応援させることができるが、一度使うとなくなってしまう。使いどころをよく考えるんだな。そして、ひよっこトレーナーのお前さんにポケッチの新たな機能を追加してやったぞ。その名もポケッチアプリ、秘伝技だ。ポケッチの秘伝技から曰くだけを使えば、道にある邪魔な岩を取り除くことができる。だが、黒金のジムバッジを持っていないトレーナーではダメだ。秘伝技はジムバッジを獲得して初めて使えるんだ。お前さんのこれからの成長を楽しみにしているぞ。取り除こう。そんなあるんや。ちょっと見てみよう。
どれかな？リラックだっけ？あ、ほんとだ！ある！でもこれさ、意味あるんかな？ちょっと上行きたいかな？無理か。まだ一個も。よし、次。僕たちポケモントレーナーはどこに立ってしまう？それは。こんな洞窟の中でも。キャンプボーイね。はじめね。どっかの社長かな。コリンク。コリンクは威嚇か。怖いな。威嚇は嫌いやな。ま、おそらくコノハでいけるかななんてね。うんで、コノハ、連打でいいでしょ。よし。助かる。先生の爪いらないかな。まあまだ。ここぞって時に戻した方がいい可能性あるね。ちょっと、表示がうざったいぐらい。レベルアップ。ムックル。やった、通常には捕まえた。やった。そういえ、ケイシーの性格見てませんでしたね。スタッフが足りなかった？どんまい。ちょっと見ますね。まあね。みんな忘れてました。強さを見る。ん？間違えたね。意地っぱり。あ、いまいち。シンクロ。あ、いまいち。あ、こいつは、悩む。テレポート良いんで、残しておきましょう。ちょうどいい。マジか。洞窟をくぐると記念にあなたが勝負しちゃう。勝負されちゃった。記念にされちゃった。記念にされちゃったよ。まあ、シンクロで石っぱりですから。何かね、欲しいポケモンがいるときにね、ナイトルを先頭にしてね。ナイトルじゃない。ケイシーをね、前にしてやるとね、いいかもしれないね。ま、物理技でいい感じのやつがあればの話ですけどね。てか、スボミーやったんか。怖いなぁ。違うかったな。どこの時はなかったな。じゃなかった。よかったよかった。ああ、怖い怖い。ほんと怖い。怖っか。怖い怖い。怖い。脳天気。さて、この葉で一発でしょう。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。というね、鳴き声を真似ていくよねっていうスタイルですね。幸子との勝負で勝っていく。負けたら記念よ。そっか、どんなことがあっても記念にするんやね。ポジティブでいいね。ポジティブでいいっすね。